夢の旧作犬神博士53「我輩の両親はもう一度目を丸くして顔を見合わせた」「博打の抵当に娘を置いていけ」というのだから面食らったに違いないが余儀の中で聞いていた本人の我輩も目を丸くせざるを得なかった。 どうしてみんなこんな風に我が輩を欲しがるのだろうと思うと不思議で不思議でしようがなかったがしかしその次の瞬間にはたまらないほどおかしくなってどうも我慢ができなくなったので我知らず布団の中に後しざりをしつつ潜り込んだのであったこの小坊親父もやっぱり我が輩を女の子と間違えて芸者か何かに売るつもりらしいことが分かったのでもっとも今から考えると 親父のこうした思いつきはなかなか考えたものであったろうと思う第一常に傷持つ両親にとっては我輩は目下のところ逃走の足手まといになるばかりでなく警官たちの捜索上について何よりの目印になることは受け合いであっただからこの際両親は金よりも我輩の方がずっと諦めよかったに違いないのでそこをコブ親父はつけ込んだものらしい そうしててて、取り上上げげおいてその次にに現金を巻き上げる算段に相違なかっったた。ことが後で分かったしかしまだ子供ののが輩にはそんなところまでは見通せなかったそれよりも小坊おやじがまたしても吾輩を女の子と間違えているのがおかしくておかしくてたまらなかったので早く両親が承知をするといいがな小坊親やじに高い金で売りつけてくれると面白いな そしてその後で小坊やじに、我が輩が男であることを分からせてびっくりさせたら、どんなにか愉快だろう。万一まかり間違ったって芸者になるまでのことだ。世の中に芸者になるくらいたやすいことはないのだから。などと思い思い、またも余儀の中からそっと片目を出してみると、我輩の両親も、我輩を借線の系統にしろという小坊やじの定義には大賛成らしく、もみで惜しいし、 下に出木を取りに行った小坊やじを待ちかれている体であった。もっとも男親の方はいくらか我が輩のことが気になるらしく、背中を丸くしてうつむいて考え込んでいるのを女親がいろいろと解き伏せて,ている。それを聞きながら男親もうんうんとうなずいていたが、そのうちにこれでここを逃れることができるというような嬉しさでいっぱいになっている態度がありありと見えてきた。するとまもなく小坊やじが、 下から大きなすずりと半紙を一枚持って上がってきたそして我が輩の両親は無筆というので自分で証文の文句を書いて読んで聞かせた「証文一つ私二人の養女地位当年とって七歳ことお前様の子供として引き渡し申し候上は後日いかなるわけありとも文句申すまじく そのため、証文九段のごとし「こんでよろしいなそんならあんた方の名前を書いて詰め印押してくだされ」両親は無言のままうなずいた我輩はそうした光景を面白半分に余儀の中から見物していたそして込み上げてくるおかしさを一生懸命に我慢していたのであったがそのうちに両親が詰め印を押すべく 半紙に書いた証文を引き寄せて覗き込むところまで来ると今度は急に心配になってきたというのは他でもないその証文を覗き込んでいる両親の頭を上から見下ろしている小坊やじの顔がみるみる悪魔のような気味の悪い顔に変わってきたからであったそれは小坊やじが誰も見ていないと思って本性を表したものであったろうなんだか知らないが 両親に対して非常な悪だくみを持っているに違いないことが一目でわかる顔つきになった。今までの柔和なお人よしらしい人相に引き換えて血も涙もない青鬼みたいな冷たい意地の悪い表情に変わると両親を取って食らうかのように目を光らしてニタニタと笑った。その形相があんまり恐ろしかったのでこれはこの証文に爪人を押すと同時に両親はともかく 我が輩がのっぴきならぬ羽目に陥るのじゃないかというような気がし始めたので我輩は思わず余儀の中から叫び出した「はていや,いや」や。そう叫ぶと同時に余儀の中から飛び出して座布団の前に膝小僧を出して座り込むとそこに置いてある爪印の澄んだばかりの小紋を両手でひっつかんで引き破ろうとした五十四 吾輩のこうしたふい打ちには、三人も驚いたらしい。小坊親父の悪魔面も両親の安心顔も一変に消え失せてしまった。同時に六本の手が一時に吾輩の両手をひっつかむと、声をそろえてがみつけた。何しなさるのじゃ。見とったのけ。起きとったんけ。吾輩も三人の慌て方の大げさなのに驚きながら証文を話した。 そしてまだ両腕をつかまれながらに小坊やじの顔を見上げて笑ったおかしな親父やな家庭を芸者に売ろう言うのけこれと女親が力を込めてわがはいの腕をゆすぶったまるで血相が変わっている上に死に物のぐるいの力を入れているのでわが輩はいはが折れるかと思った痛い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  我が輩がこう言って金切り声を上げると、三人が一度きに手を緩めた。途端にすぽりと両腕が抜けた拍子に、我輩はひっくり返りそうになった。しかし我が輩はそのおかげですっかり調子づいてしまった。ちくしょう、どうするか見ろ、と子供心に思ったので、その手をなでさすりながら、座布団の上に散らばった花札を整理し、し小坊やじの方に向き直った。 おじい、わてが一番行こうふ人でも四人でもええ三人の大人はあぜんとなって顔を見合わせたその顔を見合わしながらわが輩はいはいきい込んで札を切り始めたさあ行こう負けただけみんな取り返すのや三人はあぜんを通り越してぼ然となったらしい申し合わせたようにわがはの顔を穴の開くほど凝視していたが そのうちにコブおやじが突然に笑いだした。はははは、それは面白いはははは。<laughs> しかしわがはいはそんなことにおかまいなしで危なっかしい手つきをしながら札を切ってに人の前に配り始めた。ははははは、とコブおやじはいよいよひっくり返らんばかり笑いだした。一方に女親は目を丸くしてわがはいの腕をつかんだ。 これ、おじいあれ、本気け我が輩は自分の手札を持ったまま、とも投げにうなずいた。本気やがな。鼻ひいたことあるのけと女親は畳みかけて問うた。いいえ、一度もあらへん。そやけど、このおじいに勝つくらい何でもあらへん。はっはっはっは。と、こぶ親父は、 片手を後ろにつきながら片手でし門を懐にしまいこんだ。そしてからかうように我がはを見下ろした。はははこのおじいに勝つくらい何でもないと言わっしゃるかさあいや花札でもサイコロでも何でもええ。はははこれは面白い嬢ちゃんばい。そんで何をかけさっしゃるかなおじいは今のし門かけなされ。 それから、トトさんとカカさんは税にかけなされ。これ、おちい、そないなことがようできるものか。百円もの金、どうしてかけられるけ。バて、たがわんと勝つのんやから、ええー、やないか。ははは、それはまあええー、がな。証文は後で毎一度書か,かしちゃれば済むことじゃがな。何も慰みんやから、昨日済むだけかけさしちゃれ。私も長年手遊びはしておりまするが。 七つになる子に負けたとなれば話の種になりまする。あんたとさえ良ければ一つ行きましょうか。ははは、どうだすなこぶ親父は、無論勝負を問題にしていなかったらしい。それとも、両親の金を根こそぎ巻き上げるのにもってこいのきっかけと思ったものかもしれない。こう言って両親の顔を当分に見比べると、何も知らない女親はさすがに躊躇したらしく、 青い顔ををして男親を帰り見た。するとその男親はやはり何も言わずにじっと考えていたがやがて返事の代わりに懐から横腹の破れたガマ口を出してご縁札を一枚座布団の真ん中に投げ出したそうしてまたじっとうつむいてしまった十五 頭のトンチンカンな男親は我輩が昨日福岡の警察署で言い張った言葉をちょうどここで思い出したものらしいそして一も二もなく我輩が花札の名手であることを信じきってしまったらしいことによると我輩の男親はこの時すでに我輩の万能に達した神通力をその半片足式な頭で直角していたのかもしれないがいずれにしても こうして虎の子のようにして隠していたへそくりの中から驚くなかれ五円札の一枚を投げ出したということはその頃のお金の値打ちから言ってもまたは男親の性分から言っても実に破天荒の冒険であった仮に我輩の爆災を120%に信じていたにしても確かに福岡の続言でいう宝満山から後ろ飛び式の無鉄砲にはそういないのであった。 果たせるかなその手の切れるようなご縁札を見ると、女親と小坊やじの目が異常に光った。中にも小坊やじの目は容易ならぬ驚きと疑いの光を帯びて、我が輩と男親の顔を何度も何度も見比べていたが、やがて何事か一つうなずいたと思うと、我が輩の思うに向かって居住まいを正しつつ、にっこりと笑った。ふ、うん、そこで、 あんた「は何をかけさせちゃゃ。るのじゃはい」と我輩は返事をしたがそのまま旗と行き詰まった自分だけが何もかけていないばかりでなく何一つかけるものを持たないことに気がついたからであった我輩はそこで一瞬間小さなおかっぱ頭をかしげて考えたが結局どうにもしようがないことが分かったので思い切ってこう言ってやった「はい」 和定だけ何もかけんでもええやないか勝ちさえすればええのやろが三人の大人はまたもあぜんとなってしまった。我輩の大胆さとずうずうしさとに呆れ返ったらしかったが、そのうちに我輩はふと思い出して両手を叩き合わせた。ああ、そやそやトトさん、そのお風呂敷包みの中に入れたる和定の着物を出してんかそれ、和定の着物や。 わて、負けやったら、あの着物を着て、姉さんまちまち踊ってみせるがな。ととさん、うとうとうてや。そんでええやろが我が輩のこうした定義が、いかにも子供らしいナンセンスを極めたものであったことは言うまでもなかった。しかし三人の大人は、不思議にも笑い顔一つ見せなかった。というのは、そんなことを言っているうちに、三人が三人とも、別々の意味で、 我が輩がどんな風に花を引くかということに対して焦げつくような好奇心を感じ始めたものらしい。その証拠に我輩の定義を聞いた小坊やじは無言のまま承諾の意味でうなずいた。すると女親がやはり黙って我輩の顔を見に五円札を一枚座布団の上に置いた。その後から小坊やじも証文を取り出して二枚の札と一緒に座布団の下に入れると 席も買えないまま、のの配っったたた。札を取り上げたのであったところが取り上げると間もなく小坊やじは我輩の配った手札が気に入らなかったらしくその中の一枚を素早く口の中にくわえ込むと残った手札を表向きにしてばらりと座布団の上に投げ出した「ははは一枚足りません。今度は私が配りましょうがな」。 我が輩はせっかく順序を記憶しいし配った札がごちゃごちゃになっていくので少々残念であった。ことに小坊やじのインチキ手段に引っかかってごまかされるのがいささかならず尺に触ったが、しかし、いくら配り直しても価値さえすればいいのだ。いくらごまかしたって結局同じことだと思い直したから黙ってする通りにさせておいた。ところがまたそう思って一生懸命で見ていたせいであったろう。 場札がひっくり返るまでにみんなの手札があらかた見当がついてしまったので我が輩はすっかり愉快になってしまった何しろ片隅に傷の余計についてるやつがいい役に決まってる上にその傷のつき具合をいちいち見覚えているのだからわけはないところが今度のお札の配り具合を見るとさすがはインチキの大家が配っただけに我が輩の手の惨めさと言ったらなかった 札らしい札は雨だけであとはバラバラの柄札だからやりくりのつけようがない。今度の勝負は諦めようかな。と吾が輩は思い思い手札を束にして手の中に握り込んでしまった五十六ところがこれに反して吾が輩の後から悠々と手札を起こしたこぼオヤは大きな手のひらの中を一たり見回すと いかにも得意らしくにやりと笑ったもっともこれは笑うはずで自分の手の中に青たんが三枚と雨の二重と坊主と杯が一つという素敵な手を配り込んだつもりで配り込んだのがその通りになっていたのだから喜ぶのが当たり前であろうしかも馬札の順がまた親父のいたずらかどうか知らないが姉妹の方になってバタバタといい札ばかりが出てきて。 そいつがまた片っ端から小坊やじの手に入るようにできているのだから今度の場は全然おやじの一人ばくちになるわけであったこのことが分かると吾がはいはいよいよ諦めてしまった「万一負けたら仕方がないから小坊やじの手に渡って芸者になってやろう」とんぼ姉さんは「男の子は芸者になれない」と言っていたけれどもお化粧をつけて三味線を弾くくらいのことは何でもないのだから吾が輩だって芸者になれないことはないだろう。 しかしそれにしてもせめて男親の手にだけはいい札が入るようにと思って男親の手と次の場札を見いみい役札を片っ端から投げ出していくとそのうちだんだんと札順が良くなってきて男親の手に短冊がぞろぞろ集まりかけてきた。これは小坊親父が我々をあんまり甘く見すぎたせいで自分の手にいい札を回すべくまんぐりしすぎたためにできた札順の弱点に他ならなかった。 ところでこの形勢を見ると今度はこぶ親父の方が少々慌て出してきた何しろ子供も子供と侮っていた我が輩が案外鋭く形勢をカ破して惜しげもなく犠牲出しきの高等戦術を発揮し始めたのでそれこそ本当に驚いたらしいお得意のシャレ文句も言えないままに思い切って雨の二重から打ってくると同時に馬札をめくるふりをして 下の方の札を二三枚電光石火の早業で引っこ抜いて上の方へ置き換えたがその鮮やかだったこと札の順を記憶している我輩でさえもいつの間に入れ替えたかわからないくらいであったそうして二回りばかりするうちに小坊親父は自分の青タンを二枚と杯を一枚取り込んでしまったまたも親父のインチキ手段に文句を入れる機会を失った我輩は いよいよ今度の勝負を諦めなければならなかった。そして今度親父がまた何か手品でも使ったらすぐに抗議を申し込んでこの場を無効にしてくれようとそればっかりを考えながら一生懸命になって柄札ばかり集めていくうちにやがて半分以上済んだと思うと最前から真っ青になってやっていた女親が突然真っ赤になって目の色を変えながら叫び出した。ちょっと待ってこれ。 ちぃよ、お前の役は、それ、何け何でもあらへんがな。あらへんけんど、それ、スシロでねえけ採用と返事はしたが、そんな素敵な役があることを忘れていた我が輩は、びっくりしながら持っている札を取り落とした。夢のような気持ちで自分の膝の前を見回した。 両親も知らない間にできた素敵な大役に呆れ返ったらしく、目を白くして、我輩の顔と小坊やじの顔を見比べた。小坊やじは真っ青になってしまった。ーん <laughs> と唸りながら、目を白黒さしたが、いつの間にか札を一枚口の中に入れていたので、そのまま文句も言えずに固くなってしまった。その目の前で急に調子づいた我輩は、 バフダを一枚一枚めくりながら喜び踊った。わて、負けたんかと思ったよ。ほれ、この次が、あやめや。それから、いのししや。それから、やっぱり、はぎや。それから、次の次の、この次が、ほれ、かかさんに行く、霧にほおやけんど。これは、ととさまの霧で取られるよってに。わて、今度の場は負けたんかと思っとった。おうれしうれしい。勝った勝った。 小ぶおえじはその間に慌てて左手で顔をなで回すふりをして口の中の札を取り出すとそのまま何も言わずに手札を投げて座布団の上でごちゃごちゃにかき回してしまったこれは言うまでもなく兜を脱いだ証拠で同時に自分のインチキが馬脚を表しかけたところを命からがら切り抜けるためにこんなみっともない降参の仕方をしたものにそういなかったが何にしてもさぞかし残念であったろう。 それ変わらぬか目の色を変えてしまった小ボおやじはそのまま物も言わずにずいと立ち上がるとやけにかやを跳ね上げてトントントンとはしご段を下りていった我輩の両親は青ざめたままその後を見送ったその間に我輩は小ボおやじがかけた証文と両親が出した二枚の五円札とを取り上げて懐の中へ押し込んだ 57「ごぼうおやじの後ろ姿が階段の下に見えなくなると吾が輩の両親はやはり無言のまま申し合わせたように吾が輩の顔を振り返ったがそのおびえきった顔といったらなかった」「ごぼうおやじが今の爆地の仕返しのために出刃包丁でも取りに行ったかのように外の嵐の音を聞きながら互いに白い目を見交わしていたが」 そのうちに小坊やじの足音がまたもみっしりみっしりと階段を上がってきて蚊帳の中にニュッと顔を突き込むといつの間にかまた元のニコニコ顔に返っていたのでほっと安心したらしかった実際小坊親父はちょっとの間にすっかり機嫌を回復していた顔色も何もかも最初の通りにテカテカとしたのんきそうな愛嬌たっぷりの態度に変え 目を糸のように細くしながら座布団の上の札を手早く片付けるとその真ん中のへこみの上にころりと二つのサイコロを投げ出した「さあ嬢ちゃん今度は二人きりじゃ差し向かいで運定めをしよう」「あんたは今の証文をかけなされ私はここに持ってきた十円札をかけますよ」って。 わ輩ははそういうこぼやじの計略をすぐに見透かすことができたこの親父じめ花札では到底かなわんと見て取ったものだからサイコロでへこまそうと思ってるなとすぐに感づいてしまったがしかもその2人きりの真剣勝負こそこっちの本会とするところだったのでわ輩はは大喜びでうなずいた「はいサイコロでも何でもええ。 とっさまに勝つくららいなんでもあらへん。はハハまたその口癖を言わっしゃるかバッテンが「サイコロは花札とちがいまするでな」「インチキができません」というつもりではっと気づいたらしく慌てて口をつぐんだので吾が輩はいよいよおかしくなった「さいやそやけどどうして勝ち負けを決めるのんかいな」「三番勝負にしましょ」 一度ずつ振り合て、三度のうち二度勝った方が勝ちにしましょう。そんなら黒いポツンポツンの多いが勝ちかいな。さよさよサイコロが一番正直な運試しじゃ。さて、振ってみなされ。ちょっと待ってや。わて、振っちみるきね。さあさあ、何ぼでも試してみなされ。吾が輩は最前畳の上では練習したが、 こんな風に柔らかいすべすべした平らな座布団の上では転がり具合が変わってくるに違いないと思ったから、よく手の中で振りもうてみみもう一度二つのサイコロの重さの偏り具合を確かめた。それから手加減をみみ最初に一、二と振ってみた。それから三、四と振ってみた。そして最後には五、六と振ってみて、いよいよ思い通りに振れることがわかると、これなら大丈夫とひとまず安心した。 こうした我輩の腕試しは子供らしいとは言うものの随分思い切った露骨なものであった誰でも123456と順を追うて出てくるサイコロ目を見たら決して偶然でないことがすぐに感づかれるはずであったがこうか不こうか小坊やじはサイコロならば天下無敵と自信していたらしく我輩の手つきを見向きもしないで大風のためにメキメキと鳴り出す家の中を見回していたので 全く気づかかないらしかったそして吾輩が念入りに手のひらをなめまわして着物の膝でぬぐい上げるのを見るとにっこりとして座り直したさて来なされその証文出しなされこれけさよさよそれじゃそれじゃ私もここに十円出す一緒に座布団の下に入れときましょうさあんたからふんなされとっさま先にふんなされ まあええ。あんた子供じゃから。そんならじゃんけんにしよ。それならそれでもええ。そら、じゃんけんぽい。そら、ワテが勝った。とっさまが先や。ははは、しょうがないな。それならば、行きます,するぞ。小坊オヤは座布団の平面を平手で撫でて、一層平らかに広々とした。58 座布団の平面をつるりとなで回した小坊おやじは「これがお前の一生涯の運命の分かれ目になる真剣勝負だぞ」ともう一度念を押すかのように我輩の顔を見込んでにやりと笑っただから我輩も「芸者になってもええ」というふうににっこりと笑い返してやったすると急に真面目な顔になった小坊おやじは大きな手のひらを合わせた中に2つのサイコロを入れて ごちゃごちゃと振り回すと両手の腹の間から一粒ずつポロリポロリと揉み落とすような振り方をしたがその手のひらの感触の鋭敏さにはさすがの我が輩も芯から感心させられたその大きな手のひらのぬくもりを受けた象下細工のインチキサイコロはさながら親父の命の一部分でももらったかのように座布団の平面に触れると同時に軽い回転を起こして 二三度位置を変えたかと思うと左右に走り分かれながらちょこなんと座った「あ四と二が出た」「しびとが白目六文銭というええー、とこじゃ」とおやじは例によってしゃれ文句を言い鼻高々と腕を組んだちょうど真ん中が出たがどんなもんじゃい」「ほんならわてもええー、とこ風ろというなり吾が輩はひつかんで投げ出した その際の目の一つがすぐに3を上にして居座った横にいささか手元の狂った残りの一つがくるくると回転している上から両親と小武やじの額がぶつかり合うほど追っかぶさってきた。あてえも6つや三と3やから。うんこれはえらいさざ波若の裏とござったか。それなら今度はそれ3と四じゃ死産七門河原家とはどうじゃい。 そんならわても、ほれ、五と二の七つじゃ、これは何と言うのけぐぞに七草汁、うん。小坊やじはまたしても我輩の腕前に驚かされたらしく、我輩の顔を凝視ししうなり出した。そしてみるみるうちに最善の凶悪な青ざめた顔に帰っていったが、それはさながらに我輩を食ってしまいそうな格好に見えた。 同じように最前から息を凝らして見物していた両親も、ちょうど親父が振り出した数だけ振り出されていくサイコロの目を見ると奇跡のように感じたらしく、薄気味の悪そうな四つの目を我輩に映しながら、ほとんど同時に長い震えたため息をついた。まるで我が輩が見せ物の怪獣か何かに見えるらしい態度なので、我輩はくすぐられるようなおかしさを感じながら、後を催促した。 さあとっさまあとをふってや。うん。とコブヤじは額から流れる生汗をふきふきうなったがそのそぼそばした目をひとつこするといつの間にか座布団の上で六六の目に変わっている際の目をさした。今ふったとこじゃがな上六地獄の底という目じゃ。さああんたもふってみなされ。と白い目を据えて我が輩をにらんだ。 我が輩ははこ坊おやじのずるいのに呆れてしまったこのサイコロの目の重みの偏り加減では1と6の目が一番出にくいのをおやじはちゃんと知っているのだだから人が見てない隙に指の先でちょっとつついて振ったと言ってごまかしてるが実はおやじの振り方ではほとんど絶対に困難とも言うべき上六の目を出して最高点で押し付けようとたくらんでいるのだこれがわかるとわが輩は 子供ながら煮えくり返るほど尺に触ってきた六六だろうが八八だろうがサイコロの目に刻んである限り手加減一つで出ないことはあるまい起き上がりこぼしの赤いだるまさんだってまかり間違えば逆立ちするのを見たことがあるだから今度だけは六六にしてあい子で片付けてこの次に本当にフラッシして任してやろうそしてその後で最初からのインチキ手段を残らず暴き立ててくれようどうするか見ろ と思うと、みそっぱで唇をかみしめながら、わしづかみにサイコロを取り上げた。59お前、上禄の目をようふるけ。と、女親が額から生汗をしたたらしながら、片目をしょぼしょぼさして、吾が輩の顔をのぞき込んだその言い方は、吾が輩の手腕を半分ぐらい信じている言葉つきであったが、しかしその態度は、 半分以上あめている格好であっでた。しかしわがはいは平気の閉座で答えた「わて知らんがなうんやから」「うんやからってうんやからって」と女親は唾をのみのみ今にも泣き出しそうな顔になった男親も何に感激したのか知らないが目に涙をいっぱいたたえてわがはいの顔をのぞき込んだ その珍妙な顔を見ると我が輩はまた吹き出したいくらいおかしくなってきた。そやけどな六と六より上はないよってワて、六と六振ろうと思うとるがな六と六、上六の上なら。と女親はほとんど震えださんばかりにしてこブオヤを帰り見た。でこいちじゃ。 と小分屋氏はりょうひをつかんだまま投げ出すようにぷっすりと言ったそして後でしまったという格好で唇を噛んだがもはやおっつかなかった「でこいちてなんや一と一やほんならわけないそら一やこちらも一やそら」わがはいは座布団の真ん中を指差さしながらケラケラと笑った。 ところがその笑っったた一瞬間であわがは輩が指さした左の手を大きなけむくじゃらの右手でむずと掴んだ小ぼやはぐっと自分の方に引き寄せたので弾みを食らったわが輩はは右手に座布団の下の十円札と正門を掴んだままひっくり返りそうになった同時にしっかりとつかた左手がねじり返ったので正門と十円札を懐にしまう間もなく悲鳴を上げてしまった「痛い何するのや!」 と女親が慌てて立ちかかったまま片膝を立てた。同時に男親も中腰になって引きずり寄せられていく我が輩の片足を押さえたので我が輩の腕がいよいよねじれかかったおかげで食いつこうにも引っかこうにも手の出しようがなくなった。何するのやこの子をどうするのけと今にもつかみかかりそうな格好をした女親はそのまま小坊やじをにらみつけて赤くなりまた青くなった。 これに反して我が輩の足をつかんだ男親はやはりそのままガタガタ震え出していることが我が輩の足にはっきりと感じられた。しかしそうなるといよいよ落ち着き払った小坊親父は我が輩の腕をつかんだ指に一層強く力を入れた。その顔を下から見上げると依然として血のけのない白茶ちゃけた顔をして額に青筋をモリモリと表していたがそれでも声だけは大きく高らかに笑い出した。 はっはっは、<laughs> 何をしようとこちらの勝手じゃ。文句言うなら言うてみやれ。ええ、文句言うなって、この子は勝っとるやないか。はっはっは、勝ち負けもクソもあったものかい。こら、よう聞けよ。貴様たち夫婦は今、警察のお尋ね者じゃろうが。聞いた風なことをぬかし腐るとこらえんぞ。はっはっはっは。この小坊やじの一撃には、 さすがの家畜な女親も参ったらしい。中腰になったままわなわなと震え出してきたそれにつれて男親はわが輩の足を離してじりじりと風呂敷包みの方に後しざりし始めた小坊うやじはそうした格好の2人を小さするかのようにもう一度高笑いをした「はっはっはどんなもんじゃい」「文句は言わん方がよかろうがな」 せっかくこっちが穏やかに一晩泊めてやって、明日はいくらか小遣いを持たして、安心のいく親分のところへ送り届けてやろうと思うとったに。案外なガキされどもじゃな、あ、わいたちは。勘のええ子供にインチキを仕込んで道中をするイカ様とは知らなんだ、知らなんだ。六十。 しかもこのコブ様の縄張りの中にうせおって、聞いたふうないたずらをさらしおったからには、片手片足こきおってたたきはなすが規則じゃが、今度ばっかりはこらえてやる。その代わりに、この子とその風呂敷包みをば、文句なしに置いていけ。こうしたこブおやじのドーマ声の短歌は、今でもはっきり印象に残っている。 口まねをするといかにも手ぬるいようであるがその間の抜けた文句の切れ目切れ目に聞こえるものすごい嵐の音とともに何とも言えない重みを含んだ場面にふさわしい名探歌として子供の我が輩の耳に響いたしかし我が輩は仰向けにひっくり返されたまま押さえつけられながらもそして押さえつけた奴の名探歌に契福しながらも何とかして逃げ出してやろうと 一心に隙を狙っていた片手で半身を支えながらじりじりとスタートするような格好に姿勢を変えているうちに女親と男親は育児なくも畳に手をついて代わり番こに米つきバッタを始めていたもっともこれは無理もない話であった我輩の両親が束になってかかっていったって腕力といい度胸といいこの小坊やじにかなうはずがなかったいわんや 相手がこんな方面で相当の場数を踏んできたらしい業の者であるにおいて親であった。すまんことをいたしました。えらいことしまして、勘認しとくんなされ。文句があるなら言え。ないならないで、今出て行け。渡すものを与えて。へえ、へえ。と両親はいよいよ平べったくひれ伏してしまったが。 あんまり小坊やじが傘にかかってきたので返事ができないらしくただみじめにブルブルわなわなと震え出すばかりであったこの様子を見ると小坊やじはいよいよ徹底的に両親を叩きつけたと思ったらしいそしていくらか安心したらしくほんの心持ち手を緩めてきたので我が輩はは閉めたとばかりとりあえず戦闘準備に取り掛かったまず 右手につかんだままの証文と十円札をそっと懐にねじ込んでから次の作戦計画をめぐらしつつなおも機会をうかがっているとその機会は意外にもすぐに来た察するところ小坊やヤは我輩をインチキと踊り以外には何の能力もない女の子と侮ってすっかり油断していたらしい両親が下手ったのを見るともう大丈夫と思ったかして 片手で花札とサイコロをかき集めて内ぶところに無造作にしまい込んだそれから今度は座布団の下に手を突っ込んで証文とお金を探し回ったがこれはもはやとっくの昔に我が輩が電光石火の早業を持って引っこ抜いてしまったあとだからいくら探したってありようがないしかしそんなこととは知らない小坊やじは何より大事な証文がなくなっているので少々面食らったらしくうっかり我輩の手を離して 両手で座布団を持ち上げて覗いてみた我が輩はこの機会を逃さなかった電光のように起き上がって両親の後ろにある風呂敷包みをひっつかむが早いかあっという間もなくランプと反対側の蚊帳の外に飛び出して大きな声で叫んだ「トトさん、カカさん、はよ出てこんか!」「そないなインチキのおじい怖いことあらへん何も断り言うことあらへん」 おじいほうがよっぽど悪もんやないか。あて福岡のヒゲ巡査さんとこ行くけんで安心してやそのインチキおじいの悪いこと皆言うたるけんで怖いことちょっともあらへん61こんな調子に蚊帳の外で我輩は大いばりにいばりながら思う存分に悪態をつき始めると小坊親やじは果たせるかなこっちの計略に引っかかりすぎるくらい引っかかってきた。 最初、蚊帳の中に取り残された両親と小坊やじは、我がはの行動があんまりすばしこかったので、あっけに取られたまま見送っていたが、続いて小坊やじを長老し始めた我がはいのいぐさが、また極端に傍若無人だったので、いちいち肝を冷やしたらしく、三人が三人とも首を縮めて息を殺していたようであった。と思うと間もなく、小坊やじが弾き上げられたように、大きな体を四つん這いにした。 そして我がは輩につかみかかるべく目の前のかやの内側に飛んできたのであったがあの時遅くこの時早く我がはいはいきなりかやの隅に飛びついてつり手を引っきってしまったので小分味は急に出られなくなって手応えのないかや天井をつかみながらもがもがし始めたおまけにその足かおびぎやかに両親がしがみついたらしくたちまちドタンドタンと組打ちになった しかし、組みついたのは、二人とはいえ、たかが女と、女以下の腕力しかない、へなへな男だから、大した組み打ちになるはずはなかった。何の苦もなく、左右へ突き放されてしまったらしく、階段の下へ降りていこうとする我が輩を、小坊親父は走り寄って、反対の方へ追い詰めながら、や帳腰に大手を広げて捕らまえようとした。そこで我が輩はまた、一隅の釣り手を引き落とす。また一方から出ようとする。 またつり手を引きちぎる、とうとう四隅とも引き落とした蚊帳の中で三人の男女の安さもっさが始まることになったがそのうちにランプの前にたたまった蚊帳の天井からまん丸い小坊やじの頭が青い蚊帳に包まれたままニュッと突き出てきたそして蚊帳越しに見当をつけながら倒れかかるようにして我が輩を捕らえようとしたがつい目の前にランプがあるのに気がついたらしくよろめきながら立ち止まって 目の玉ばかりをギョロギョョロロ回転させたその格好があんまりおかしかったので吾輩は逃げることを忘れてしまってついゲラゲラと笑い出してしまったおじいここまで今回ちちくしょううん小ぼうやじは青に見たように歯をバリバリと噛んだそしてかやの中を泳ぐようにしてめくらめっぽうかに飛びかかってこようとしたが。 その両足に両親がむしゃぶりついているので、どたりと前につんのめって、お尻を高くして四つんばいになってしまった。我が輩はいよいよ笑い出した。はははは、面白いな、おじい。まーっと面白いインチキ見せたろうか。これ。というなり我が輩は、風呂敷包みを下に置いて、両手で前をまくって見せた。これ、みー。おじい。 あて男やがな。はははこんでも芸者になるならば三味線引いたり踊ったりチンチンどんどんチンどんどんと踊り出しかけたが途中でやめた。それは小坊やじがこの時フンヌの絶頂に達したらしくいきなり両手でかやの天井を引き裂いて首から上だけニュッと出したからであった。がその顔の恐ろしかったこと。 さすがの我が輩も大慌てに慌てて風呂敷包みを抱えるなり横っ飛びに逃げ出したほどであったところではしご段を転がるように駆け下りると下は真っ暗であるしかし夕方見当をつけておいたから手探りで上がりかまちのところへ来て下駄を探しているうちに2階でドタンバタンという組打ちの音とガチャンガチャンという物の,の壊れるような音とをほとんど同時に聞いた するとまたそれにつれて真っ暗になってしまった2階から雷の落ちるような素晴らしい音を立てて何かしら大きなものが畳の上までずしんと落ちてきたので我輩はびっくりしてしまったそのまま下駄も履かないで表の戸口にぶつかってやはり手探りでしんばり棒とかけ金を引き外したそのまま小さなくぐり戸を引き上げて表に飛び出すと たちまちま風に吹き倒されそうになって戸口を閉めめる間もなく、よろよろとよろめいた62。この時の大風は明治十何年とか以来の猛烈なものだったそうで豪雨を含んでいたために恩賀川や筑後川の下流には大氾濫ができるし東海流出家屋が何千死人が何十とか何百とかいう騒ぎだったそうであるが。 その大風の中を大きな風呂敷包みに抱きつきながら一丁ばかり村の方へ走り出ると今日の昼間両親と一緒に穂掛け船から上陸したところに出るそこの川岸に一艘の小さな川船がつないであったのを昼間上陸しがけにちゃんと見ておいたからそれに乗って川の真ん中へ出れば自然と川下へ流れていって今日汽車を降りたうどん屋のある町折尾へ来るに違いないだから そこの石の段々を登って汽車に乗れば嫌でも福岡に着くに決まっているそこで案内した警察へ乗り込んでいってヒゲ巡査にすっかり事情を話して我輩の身売り消耗を見せたらば小坊やじの悪いことがわかるだろうそして両親を助けることができるだろうといういかにも子供らしい我輩の計画であったところがさて大風の中を這うようにして川べりにたどり着いて 薄い月明かりに透かしてみると川岸には船らしいものの影も見当たらないそれどころか水かさがずっと増して堤防の半分以上のところをドブドブと渦巻きながら流れている川の中心に近いところはゴーゴーという音を立てて目の回るようなスピードだおまけに時々車軸を流すように降りかかる雨はまるで小石のようにピリピリと頬や手足を乱れ打って うっかりすると川の中へ叩き込まれそうな猛烈さである。パガハ輩はとうとう立っていられなくなって風呂敷包みを抱いたまま道端の草の上にひれ伏してしまった。そして声を限りに「とうとうさんとうとうさんとうとうさん」「かかさん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 」と叫んだがその声はまだ自分の耳にも入らないうちにどこかへ吹き散らされてしまった。 それでも我が輩はまた叫んだ。その声はまた風に吹き散らされた。それでも構わずに我が輩はまた叫んだ。今度は頭を少しもたげて。けれども何の役にも立たないどころか風呂敷包みごと猛烈な風に吹き起こされて、そのまま空中に持っていかれそうな気がするので、なおもしっかりと草の根にしがみつきながら草むらの中に顔を突っ込んだ。そして、 襟元からチクチクと刺すように叩き込む雨の痛さをじっと我慢しし顔を横向けてもう一度叫んだするとその返事は依然としてどこからも聞こえなかったがその代わりにゴーゴーという風の音の下をビシャビシャという人間の足音が近づいてきたしかもその足音が我が輩のすぐそばまで迫ってくると不意に左右から脇の下に手を入れて抱え起こされたので びっくりして顔を上げてみるとそれは意外にも我輩の両親であったのみならず2人とも三味線と鼓とをちゃんと包んで荷造りをしている上に放かぶりをして尻をはしょってる様子であるそれを見ると我輩は不思議に思って「コブのおじいは?」と問うたが両親は何とも答えなかったあるいは聞こえなかったのかもしれないが そのままだんまりで我が輩を引き立てると風呂敷包みを我が輩の首っ玉に引っ掛けてぐんぐんと引きずっていったそれから先の恐ろしかったことそれは我が輩の記憶にあんまり強く印象されすぎてかえってはっきりした説明ができかねるくらいであったそうした途方もない大風の中を親子3人が手を引き合いながら横に並んでいくのは まるで洪水をせき止めながら押し上げていこうとするようなもので、絶対不可能な仕事であることが間もなく分かった。しかも、こんなに無理をしてまでも、風上の方に逃げる必要があるかしらそれよりも風下の方に逃げた方がよっぽど楽で、歩きよかったに違いないと、その時に我が輩はちょっと気がつかないでもなかったが、そんなことを尋ねる暇もなく、雨と風が吹きつけてくるので、目も口も開けてられない。うっかりすると、 三人とも手をつなぎ合ったまま宙に浮いていきそうな気持ちになるのであった六十三三人はいつの間にか女親を先に立ててその陰に隠れるように男親が行くそのまた陰に我が輩がついていくという順序になったがそれでも風に吹きまくられて思うように歩けないおまけに大きな包みを処わされている我が輩は何度も何度も 転んでは起き、起きては転びするのを、両親は無言のまま引き起こしては歩かせ、歩かせては押しやりする。前からは雨と風が叩きつける。堤防の両側に並んだ、はぜか何かの木の枝が、ポンポンと折れて虚空に飛ぶ。または足元にバサバサと叩きつける。よく気をつけてみると、足元のぬかるみの中は木の葉でいっぱいである。頭の上には時々月が出て、 周りりが明るるくくななまた暗くなるそのうちにそこ裏中が突然にパッと明るくなったのでびっくりして振り返るとまた驚いたつい今しがた出てきたばかりの村はずれのきチン宿が火事を起こしている屋根の上にできた大穴から吹きあぐる大火炎が少し離れて並ぶ村の家々を朱の色に照らし出しつつ地をはう滝の水のように火の粉を浴びせかけている 最前我がはが寝なに締め切った南側の雨戸は二枚とも倒れたらしく二階いっぱいに満ち満ちた火の光が風のために白熱されて四角い太陽を見るようにまぶしく照り輝きつつ我々の行く手に続くハゼの並木を照らし出しているのだその大興明を振り返りながらわがはは思わず風の中に立ち止まった「小ブ親父はどうしたろう?」 と子供心にもう一度心配し始めたが反対に我輩の両親たちはこの光を見ると急に慌てだしたようであったやはり無言のままいきなり我輩の風呂敷包みを奪い取った男親が真っ先になって逃げ出す後から三味線の包みを逆さに抱えた女親が大きな図体をよろめかしながら追っかけるその後から身軽になった我が輩が一生懸命の思いでついていくのであったが 何を言うにも子供の足と大人の足だから、いくら走っても走っても遅れがちになるのはやむを得ない。そのうちに、二三度風のために吹き転がされて泥まみれになった我が輩は、とうとうやりきれなくなって、とうとうさん、かかさん、と叫んだ。けれどもその声は、両親の耳に入らなかったのであろう。右に左によろめきながら、ぐんぐんと急ぎ足になって、赤い光に照らされながら、 みるみる小さく遠ざかっていくのであったそれを見ると我輩はいよいよ絶体絶命の気持ちになったびっしょりと雨に濡れて重たくなった着物の裾が足首にまつわってムチでたたくようにヒリヒリするのを両手で引き上げ引き上げ走った裸足の足の裏がぬかるみの底にある砂利に刺されて針の山のように痛いのも我慢しーしー走った けれどもそのうちに息が切れて苦しくてたまらなくなるのをどうすることもできなかった。今にも泣き出したいくらい情けなくなったが泣いたがいよいよ遅れてしまってこの嵐の中に取り残されることが分かりきっているので虎血まろびつ走りに走った。持って生まれた性分とは言いながらこの時の我輩の強情さばかりは今でも我ながら感心しているくらいで思い出しても身の毛のよだつ体験であった。 そのうちに大きな橋のたもとに来たが両親はその橋を渡らずに依然としてまっすぐに包みの上を走っていった我が輩も無論後を慕っていったが間もなく道幅が次第に狭くなって草の中をうねうねと走る小道になったしかし火事の光はいよいよ強くなるばかりで川向こうに並ぶ町らしい家々をずらりと照らし出している今思うと それは能形の町らしかったが、その町の上の雲の破れから出てくる満月の光の青かったこと。あまりのものすごさに、思わず立ち止まって、あえぎあえぎ振り返ってみると、きちん宿の火は、もう小屋の瀬の本村に移ったらしく、空が一面に真っ赤になっている。我が輩は、顔を流れる雨の雫をなめて、ほっと一息した。けれども、 その次の瞬間に顔にまつわるおかっぱさんの髪の毛をなでのけながら振り返ってみたが吾が輩の両親は土手の上の遠くに豆のように小さくなっているのであったそれを見ると吾が輩は何かしら胸がドキンドキンとしたので思わず泣き声を上げてしまった六十四 それから何時間経ったっか、何日過ぎたかさっぱりわからないが気がついた時にはどこかの立派なお座敷の真ん中に柔らかいふわふわする布団に包まれて寝ていたこんな上等のヤグの中に寝たことのない我が輩はまるで空中に浮いているような気がしたがそれはかなり高い熱に浮かされていたせいばかりではなかったように思うそれと一緒に どこからかクックと笑う若い女の声が聞こえてきたがこれもなんだか夢を見るような気持ちで聞き流しながらまたもうとうと仕掛けていたするとまもなく枕元でパチャンパチャンと金だらいに水の跳ねる音がして冷たい手ぬぐいが額の上にのっかったので急に気持ちがはっきりしてキョロキョロとそこいらを見回してみるとすぐ枕元の左側に 白い髭を長々と生やした仙人みたいに品のいい老人が濡れた手をもみ乾かしながらニコニコと目を細くして我が輩を見下ろしていた若い女の声はそのおじさんの背後にある襖の向こうから聞こえてくるのであったその老人は血色のいいすらりとした体に灰色の着物を着て黒い角帯を締めていたように思うが 我が,輩が目を覚ましたのを見ると膝まで垂れた白いひげを長々としごいて一層目を細くしたそしていかにも親切そうな柔和な声を出した「どうじゃな気分は気分って何よと我輩はすぐに反問したこの老人に早くも言い知れぬ懐かしさを感じながら「ははハハハハハ」 と老人はいいかかにもほがらかにもら笑い出した。それと同時に襖の向こうの若い女の笑い声が一層高くなったいかにも我慢しきれないというふうに「ほほほほほと聞こえたがそうした笑い声の中に何とも言えない和やかなのんびりした家の中の様子が感じられた「はははわしの言うことがわからんかの 気持ちはええかと尋ねているのじゃ。わてえの気持ちけそうじゃそうじゃ。目が回りはせんかな。わてえの目の玉け回そうと思えば回るがな。ははは、いよいよ面白い子じゃのう。なんでそあいに笑うのけははは、<laughs> いやあの、お前が寝言に面白い歌を歌う,うたから、うちの者がみんな笑うているのじゃ。 我が輩は思わず赤面した。今まで寝言を言って笑われたことは一度もない上に他人の寝言なら毎晩きちん宿で開くほど聞かされてその集大さ加減を知りすぎるくらい知っていたからであるしかしそれにしても一体どんな歌を歌ったのであろう万一姉さんまちまちの替え歌でも歌ったのだったらどうしようと思うとほとんど泣き出したいくらい情けない気持ちになってもう一度そこいらをキョロキョロと見回した。 ははは。<laughs> いや心配せんでもえ何をうとうてもかまわんがのわしは医者じゃからのお医者様けとっさまはとわがはいは小さなため息をししとうたうんそうじゃこの能形に住んでいる医者じゃすがれは東京にのぼって学問しよるから今は娘と二人きりじゃ何も心配することはいらんぞ そないなこと心配しやせんがな。うん、そうじゃそうじゃ。そうしてゆっくり養生せ。お前は今病気じゃからの。わて、なんともあらへんがな。起きてもええがな。と言いも終わらぬうちに、吾が輩はむっくりと起き上がりかけた。それを白髪の老人は慌てて両手で押さえつけたが、その拍子に吾が輩は、 座敷の天井、柱も床の間の掛物も何もかもがぐるぐると回転し始めたような気持ちがしたので、両手でしっかりと目を押さえながら元のところに頭を押し付けた。そらみ目が回るじゃろ。静かにしとらんといかん。目は回りは変がな。お座敷が回るのじゃがな。と我が輩は気持ちの悪いのを我慢していった。老人と少女の笑い声が一層高まった。 ははは、<laughs> なるほど負けぬきな子じゃな。県知事さんをにらみ返すだけの器量は持っとるわい。え県知事さんがおるのけあのハゲ茶瓶がここに来とるのけや。ははは、口下がない子じゃな。と老人は反り返って笑いながらまたも長々と白い髭をしごいた。県知事閣下はここにはおいでにならぬ。しかし荒牧という巡査部長が 知事閣下のお使いでわざわざここへ見えてのあ髭巡査さんが来たのけそうじゃ最前からお前の枕元に見えてのお前のことをくれぐれもよろしく頼むとお話があったのじゃお前は眠っていたから知るまいが我が輩は目が回るのも忘れてガバと寝床の上に飛び起きた髭巡査と会わしてや大切な用があるのや今すぐに会わしてや 65「何髭ゲ巡査に合わせてくれというのか?」と老人は白い髭をつかんだまま目を光らしたそして我輩を寝かしつけることも額から落ちた濡れ手ぬぐいを拾うのも気がつかずに我輩の顔を見つめていたのだからよっぽど驚いたのであろうそれと同時に次の間の笑い声もぴったりとやんだようであったしかし我輩は そんなことを気にもとめないまま無造作にうなずいた。さやひげじゅんさに会いたいのや。あのこぼ親やじの悪いこと届けて、トトさんとかかさんおば助けにならんよって。うん。老人はいよいよ驚いたらしく目を見張った。ふー、うん。あのこぼ親やじのせんえもんは、そのように悪いやつじゃったのかの。さや、インチキばくちうって、トトさんとかかさんをまかしよったんや。 そして一問もやらんと和帝をこうたように証文書かしよったんや。そんで和帝は寝とったけんど起きてきて、小坊やじのインチキを和帝のインチキで任してやったんや。老人は驚きのあまり目をしょぼしょぼさした。お前があのからくり博打に勝ったというのかあの名高い千円も親父に。はいや、なんでもあらへん。まあ、という軽い短索の声が。 襖の向こうから漏れたその声を聞くとわがはは急に息孝然となった「おじいおじいさまあの小坊やじはインチキ下手なんやでそやから花札でもサイコロでもみんな和亭に負けよったんや和亭が一番で証文取り返してやったんやそしたらなあの小坊やじがえらい怒り出しよってな蚊帳の天井を引き裂いて追っかけてきよったから和亭。 のひきおといてにげたんや。そしたあとからトトさんもカカさんもきていっしょににぎったけんど、わて子どもやからとちゅうでおくれたんや。そやからわてそのしょうもんとかったときの金あんじょうもってきたんや。これここにあるがな。と言いいわがはいは懐をかいさぐったが、そのときにやっときがついた。わがはいはいつのまにか白ロネルのちいさなきものにきかえさせられていて。 大切な懐はむろん空っぽでくす臭いような汗の匂いがプンプン出るばかりである我輩はまたもそこらをキョロキョロと見回した「おじいさまここに入れといたのはどこへやったのっけ」老人は急に返事もできないくらい何かに驚いているらしかったただまじりまじりと我輩の顔を見ているばかりであったが やがて思い出したようにキレ切レに言ったそれは荒牧巡査部長が持って行ったが「え荒牧巡査がけヒゲさんがあの証文見よったのけそんならトトさんとカカさんが悪者でないこともう分かったんけ?」老人はまたも思い出したようにしぶしぶとうなずいたがそれを見ると我輩は踊り上がらんばかりに喜んだ うれしいそんならわて、もうひげさんに会いでもええおうれしいうれしいそやけどそやけど」と我が輩は急に思い出しながら老人の顔と部屋の中の様子を見比べた「そやけどそやけんどととさんとカカさんは今どこにおるのけ」けれども老人は返事をしなかった。 県知事が我が輩にお辞儀をした時の通りに両手を膝の上にちゃんと置いたまま目を半目に開いて我輩と向かい合っていたがその心持ち血の気をなくした顔色を見ているとちょうど彫り物の人魚かなんぞのように静かで少々気味が悪かったしかし我輩は 何がゆえに老人がこんな改まった態度に変わって慎み返っているのかその気持ちがわからなかっただから構わずに畳みかけて問うた「おじいおじいさまトトさんとカカさんはどこにおるのっけ?」こう言って布団の上で抜き出しになった膝をなでなで乗り出したのであったがそれでも老人は返事をしなかったその代わりに 心持ち伏せたまぶたの下から涙をポロポロとこぼし始めたので我輩はいよいよ妙な気持ちになった。なんというおかしなおじいさんだろうそれともこっちが何かしら悪いこと言ったのじゃないか知らんと最前から話し合った言葉を一つ一つに思い出そうとしたがどうしても思い出せなかった。仕方がないからすっかり手持ちぶさたになったまま老人の泣き顔を見舞いとしてうつむいていると。 そのうちに老人は突然にずいずいと我が輩の前ににじり寄ってきて、シワだらけの両手でぴたりと我が輩の肩を押さえたのでびっくりした。慌てて逃げのこうとしたが、そのそっと肩にかけられた手の中に、何とも言えない親切な力がこもっているようで、逃げようにも逃げられない気持ちになってしまった。老人はそのまま我が輩の顔をじっと見た。 そしてその目から溢れ出してくる涙を拭おうともしないまま、唇をわなわなと震わした。これ、お前は、あの両親に会いたいというのか我輩は面食らった。この老人は、前から我輩の両親と心安いのかしらんと思った。しかしそれにしても、恐ろしく念入りに口をきくおじいさんだ。と考え考え、 「愛愛を,ままを会いたいのやわてがおらんとカカさんが三味線弾いてもトトさんが鼓をたたいても銭にくれる人がおらんのや踊りを踊るわてがおらんよって」と老人はなおも唇をわなわなと震わしながら我が輩におじぎをするように頭を下げたそれを見ると 我が輩はいよいよ困ってしまって言い訳をするようにキレキレに言った「わてがおらんとトトさんもかかさんもおまんまよう食べんよってに」「わてもはよ踊りたいのやあわしてや」「<laughs> と老人が突然に妙な声を出したそれと同時に 薄い白髪を分けた頭をいよいよ低く垂れたので我輩はたった今泣いていた老人が急に笑い出したのかと思って下から顔を覗き込んでみたら「兄はからんや」の大違いであった老人は我輩の肩に両手を乗せたまま感極まった手でしゃくり上げているのであったそれを見ると我輩はもう身の置きどころもないくらい面食らってしまった 何しろ世の中に声を出して泣く者は女と子供だけで、こんな老人がこんな奇妙な声を出して泣くだろうとは夢にも想像していなかったのだから、ちょうど生まれて初めて記者を見たくらいにびっくりしたのは当然であろう。しかもその上に驚いたことには、襖の向こうでたった今まで笑っていた女の人がひそひそと声を忍んで泣き出している気配が漏れてきたのであった。大人というものは、 どうしててこここんなへんてこなところで泣き出すのだろう。一体何が悲しくて泣くのであろうと思うと我輩はあきれを通り越しておかしくなってしまったくらいであったするとその時に老人は力を込めて我輩の肩をぐいと一つ揺すぶったのでまたびっくりさせられたそして叱られるのかしらんと思いながら頭を下げ加減にしていると老人は涙に曇った激しい声で「 が輩に食いつくように問うた「これあい、なんやお前はあれほど無慈悲なふた親のことをまだそれほどに思うているのか」。わがはいは水っ鼻をすすり上げながら顔をもたげた「無慈悲って何や?」。 老人は我輩の質問に答えないで、なおも新しい涙を両目から湧き出さした。あんまりたくさんに涙を流し出すので、鼻の頭の方へ滴り落ちるのを拭おうともしないまま、唇を震わした。無慈悲にも何も、お話にならん親たちではないか。あの両親は、どこかの門同士がひつきをたたので、お前は真実の子供ではない。 お前を海の親から引き離してかをわかしてきたものというではないかどうしてそないなこと知っとるぬけヒゲの荒牧巡査が何もかもこのじじいに話したのじゃ。しかもお前の両親はそのお前のおかげで長年養われてきた大恩を忘れているのじゃ。お前の親孝行につけ込んで人間の道を外れた盗ッ人じゃの人殺しじゃの教えてその上につけ火までさせているのじゃ。 そればかりではない。今のお話でいようよわけがわかったが。お前の両親たちは、自分たちの罪を逃れるために、何もかもお前に投げつけて行方をくらましているのじゃ。なんと、いう邪険な親か。親でのうても、そのような無慈悲なことができるものではない。しかるにお前は、その親でなし、人でなしの親を、なおも親と思うて、行くせを案じでやるとは。やるとは。 世が逆さまとはこのことじゃこのことじゃ。フ <laughs> 我が輩はバカバカしくなってきた。親でなしであろうが人でなしであろうが長年一緒に暮らしてきたトトさんとカカさんがどこへ行ったかわからないとなれば誰でも心配するに決まっている極めて自然な当たり前のことでしかないのだ大人というものはどうしてこんなにくだらないことばかり感心するのであろう。 おまけに泣いたりお辞儀したりしてばかりいて、要領を得ないことおびただしい。この品のいい老人よりも、あの千円も親父の方が、悪いやつには違いないが、それでも悪いなりによっぽど要領を得ている。いうことがはっきりしていて、相手になっても張り合いがある。と子供心に考えた。しかし、それにしてもまだはっきりしないことがあんまりたくさんありすぎる。第一、 両親が我が輩になすりつけて逃げていったというその罪の正体がわからない。我輩の記憶によると我輩の両親は何一つ悪いことをしていないように思えるのになんで警察からにらまれるのかしらん。そればかりか知事のハゲチャビンと大友の入れ墨親分とヒゲだるまの荒牧巡査部長は仲良しに決まっているのだからヒゲ部長が我が輩の両親をにらんでいるとなると。 知事も大友親分も髭部長の味方になって我々親子に敵対することにならないとも限らない。福岡で知事のハゲチャビンがいばり腐った時には我が輩が思いっきりやっつけて謝らせてやったが今から考えるとあれが悪かったかもしれない。これは容易ならぬことになってきたぞと子供心に思案をすると今度はこちらから老人の方ににじりよった。おじい様、ま、んじゃの そんなら、トトさんとカカさんは、ほんまにどこへいんだかわからんのけうん。今日で三日になるが、まだ、捕らまえられんのじゃ。三日そうじゃ。あの、恩賀川の土手の上にお前が倒れておったのを、消防組の若いもんがわしのところへ担ぎ込んできてから、今日で三日になるのじゃ。その間、あては眠っとったのけそうじゃ。 歌ばかり歌うっておったのじゃ。といううちに老人はやっと花紙を取り出して涙を拭いた。「とないな歌歌うととったのけいちいちはおぼえんがのう。姉さんまちまちやたらカップルやたらたなのだるまさんやたらそうじゃそうじゃそのような歌じゃ。」。我が輩は自分の顔が赤くなるのがわかったくらい決まりが悪かった。 68そんならトトさんとカカさんはもうヒゲさんから捕まえられん遠いところへ逃げてしもうたけそうじゃそうじゃもう大分県かどこかの管轄違いへ逃げ込んだのじゃろうそれじゃからお前も安心してねえね寝とらんとまた熱が出るぞ我輩はまたもほっと一息安心をしたそして老人に押さえつけられるまにまに ふわふわするヤグの中に潜り込んだ。そんならおじいさま。我が輩は潜り込むとすぐに横を向いた。たった今額に乗せてもらった新しい冷たい手ぬぐいを片手で押さえながら。なんじゃなそんならおじいさま、そのトトさんとカカさんが和定にさせた悪い子というのはどないなことやうん、それはの。 と老人は言い淀んだ。しかし間もなくいかにも慈悲深い気高い顔になって我輩の額の手ぬぐいに手を添えたそれはのお前に言うて聞かせてもしようのないことかもしれんが物を盗んだことと人を殺したこととよその家に火をつけたことじゃアホらしいと我輩は思わず叫んだが そのまま口をつぐんで、老人の顔を穴の開くほど見上げた。どうして、どこから、そんなとんちんかんな恐ろしい話が出てきたのだろうと疑いながら。ところが老人は、我が輩が叫んだ言葉を聞くと、いかにも我がを得たりというふうに、何度も何度もうなずいた。そうじゃろうと思うとった。うんうん、そうじゃろうと思うとった。わしは、息も絶え絶えのお前を引き受けた最初から。 おお前には罪は罪ないと固く信じじておったのじゃ。わしはいささか骨っを見る骨っって何や骨相とは人相を見ることじゃあれおじいさまは人相見るのけうんほかに人相見る人お前は知っとるけ白いでか空き家の前でちょちんとぼいて四角い木と皿を机に並べて銭もろうとるあのとっさまやろははは よう知,っとるの知らないでか。きちん宿に一緒に泊まったこと何度もある。やっぱりおじいさまのように白いひげ引っ張っとったがな。このひげはわしの大切な商売道具や、そやけどわしの人相見は当たらんよってに一つところに名護をおられん言いよったがな。はははは。と老人はまた高たからかに笑い出したが、それにつれて次の間でもまたひそひそと笑い出す声が聞こえてきた。 よく泣いたり笑い出したりする連中だ。ははは、口の悪い子じゃのう。そんでもほんまやわな。そうじゃそうじゃ、その通りじゃその通りじゃ。しかしこのじじはの空き家の前で提灯もとぼさんし、お金ももらわんのじゃが、その代わりにわしの言うことは必ず当たる。お前のこれから先のことでもちゃんと見据いとるからのなんでもこれからわしの言う通りにするのじゃぞ。 そうすればお前は今の病気が治っても警察へ呼ばれんで済むのじゃ。呼ばれてもええがな。怖いことあらへん。わて、警察の裏で小弁してやった。うんうん、その話も聞いた。ヒゲの巡査部長から詳しい聞いたが。しかしそれは罪がのうて呼ばれた時じゃ。悪いことした疑いを受けて警察に呼ばれると、それはそれは地獄よりも恐ろしい目に遭うのじゃぞ。 手がなんじゃら悪いことしたってヒゲ巡査が言いよるのけ下にも何も大変な疑いがかかっているのじゃ。そればかりではない。お前にはまだまだ世にも恐ろしい災難が後から後からつきまとうてきよるのじゃが、それをこのじいと娘がたった二人で助けてやろうと思って一生懸命になっとるのじゃ。お前はまだ子供じゃから分かりにくいかもしれんが。しかし。 おおよその道筋でも分かっていると都合がよいと思うから話して聞かしておこうと思うがよう聞けよ。陛下。